ルカス・ペルマンは、オーストリアのウィーンを中心に活動する、ミュージカル俳優、歌手。ロミオとジュリエットのロミオ、エリザベートのルドルフ、ダンス・オブ・ヴァンパイアのアルフレートなどの役で知られる。2007年の、ウィーン版、エリザベート来日公演に、ルドルフ役として出演して以降、日本でもコンサート活動を行う、オーストリアのブラウナウ出身。 ザルツブルクの音楽大学で1年間声学を学んだ後、ウィーン市立音楽院の音楽エンターテインメント演劇コースで学んだ。2002年、ORF 制作のスターマニアのファイナリストとなる。2003年、ファーストシングル、ウェンザイブニングフォールズをリリース。このシングルでオーストリアのトップ10入りを果たす。 秋からは、アンデア・ウィーン劇場のエリザベートに、ルドルフ役のセカンドキャスト、及び、アンサンブルとして出演。2004年、夏に、エリザベートのイタリア、トリエステ公演に参加。秋からは、アンデア・ウィーン劇場にて、ルドルフ役のファーストキャストとして出演。2005年、フランス発のミュージカル、ロミオとジュリエットの委員書演で、ロミオ役を演じ、 ジュリエット役のマジャーンシャキと共に大成功を収める。2007年、ウィーン版、エリザベート来日公演に、ルドルフ役として出演。以降、年1回程度来日コンサートに参加するようになる。エリザベート主演後、大阪、東京にて、ルカス・ペルマン、中川明典ジョイントコンサートに出演。2008年1月から2月、大沢隆夫主演の、 ファントムにフィリップ・シャンドン白爵役で出演。2月に日本デビューシングル CD、グッバイモーニングをリリース。ファントム終演後、ルカス・ペルマン・マジャーン・シャキスペシャルライブを、マジャーン・シャキと共にビルボードライブ大阪にて行う。5月には、ウィーン版、エリザベート・ショウヘ平一周年記念、ウィーン・ミュージカルコンサートに出演。二千九年、スーパーライブボリュームにラブ・レジェンドに、 マジャーンシャキ、マテカマラスラと共に出演。9月からは、ローナッハ劇場での、ダンス・オブ・バンパイア、ウィーン・サイエンにて、アルフレット役を演じる。2010年3月、ダンス・オブ・バンパイアの出演の合間を縫って来日し、フランク・フレンズ、三ツ子大阪公演の2日間のみ、リハルト・クーデン・ホーフカレルギー役で出演。2012年、マジャーンシャキと、 デュオ・マー・アヤヌ・ウント・ルーカスとして、アルバム、ラフト・ウント・リーベを発表。今後は活動の場を、ミュージカルからスタジオに移すとも語っている。2012年、ウィーン・ワン・ミュージカル・エリザベート20周年、記念コンサート、日本スペシャルバージョン出演。ありがとうございます。